ここにいて悪ふざけで他の人身を任せた夜に一晩中待ち続けたあなたの姿目に浮かぶ皆さん、駒形ゆりです。本日は高橋真理子さんのごめんねを弾き語りさせていただきました。ずっと大好きな曲で、高橋真理子さんの歌も大好きだし、この曲も大好きだし、この曲イベントで歌ったっけな、あのコマカラっていう私がひたすらカラオケをするイベントを過去に何度か開催させていただいてたんですけど、この曲か歯がゆい唇どっちか歌った気がするんですよね。どっちも歌ったのかな。もうその自分のイベントで歌うぐらい大好きな曲で、ついに弾き語りができてめちゃくちゃ嬉しいです。歌なんですけど、本当はこの曲ギターを私の弾いたコードだと半音下げのチューニングにして、あのカポつけないであるんですけど、私今回2つキーを上げて歌ってるんですけど、結構原曲が私にとっては低め、でも女性キーにしては低めかなって思うんですけど、なんかそのキーであれだけ歌い上げる高橋真理子さん、マジでかっこいい。マジで聞いてみてください、原曲も。はい、聞こえなかったらすいません。ギターで難しいところ、すごいシンプルで、シンプルだったなっていう感じなので、結構私は歌に集中できて、なんか普段よりもここはもっと強く歌おうとか、ここはこういう風に盛り上げようっていうのをより考えながら、歌うことができました。本当に、情感たっぷりの素晴らしい曲なのでおすすめです。ということで、前回から始まりました私と音楽についてお話しする、コーナーですけど、今回のテーマはどうして私が人前で歌うことを選んだのかっていう
ことなんですけど、前回はね、私がどうして音楽と出会ってみたいな、その始まりのお話だったんですけど、そこから人前で歌おうって思ったのを、なんでなんだろう。なんかもともとめちゃくちゃ私がその目立ちたがりで、妹がいるんですけど、妹が赤ちゃんの時にこうビデオカメラで妹をこう一生懸命親が撮ろうとしてる間に入って、ゆりはねえ、ゆりはゆりはって言って、ちょっとゆり邪魔みたいな、なんかそういう感じで、すごい活発で目立ちたがりな子供だったので、なんかそこからなんかそれかける好きなもの、なんか歌みたいな感じで、どうせ歌うんだったら人前で歌いたいなみたいな感じで、その声優っていう職業を目指す前から、なんかアイドル歌手とか、なんかそういう何かしら人前に立つ職業を目指してたんじゃないかなって思ってます。なんか初めてちゃんとステージに立って歌ったのは高校生の時かな。中学生の時はその軽音部みたいなのがなくって、美術部に全然音楽関係ない美術部に所属してたんですけど、高校からそれこそのこのフォークソング部に入って、その何月になったらひとまず発表してそれを批評してもらうみたいなのがあって、それが一番最初だったと思います。めちゃくちゃ緊張しましたそこからやっぱ歌って楽しいなって改めて思って、今の私に至るかなと思っております。なかなかなんかこういう話ゆっくりしないので、すごくいい機会だなと思います。皆さん分かりましたか、はい、というわけで、私この夏に、フォースライブハウスツアーパッショナートというライブツアーをやらせていただきます、8月23日に名古屋、8月25日私のお誕生日当日に大阪、そして9月1日に東京で、ライブをやらせていただきます、詳しくは私の SNS やホームページをご確認ください。それでは本日も、グッドボタン、チャンネル登録、通知のオンよろしくお願いします。というわけで以上、駒形ゆりでした。またねー。